さあここからは今夜の特集です。定額制音楽配信サービス座談会いきましょう。ね、Apple Music、アワー、LINE などで盛り上がるこの定額制音楽配信サービス、実際使い勝手はどうなのか、見えてきた問題点ですとか、まあ、私たちラジオにね、こうやってこう時代変わっていく中で、まあ、未来はあるのか、今後主流になるといわれるこのサブスクリプションの、ね、サービスについて、緊急座談会開始でございます。メンバーを紹介いたしましょう。 キエの音楽ジャーナリスト柴智則さん、そして J.Wave ハローワールドのチーフ構成作家トニー戸田、そして私 DJ 太郎で、えー、お届けしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いますはいね、まあ日頃いろいろまあサービスを皆さんね、はい、使ってみてっていうところだと思いますけど、柴さんこの現在のこの、はい 生額配信制の動き自体はそもそもどんなふうに感じてらっしゃいますか、まあ、僕自身はもうすごくあの基本的には肯定的にポジティブに非常にあのえ待ってましたというふうに捉えてますずっとはじ始まってほしいなと思ってます、ねまあついにその波がやってきたというところですけど、うん、でトニー的にはこれは始まるまでは、ね、そんなんやっぱ CD でしょうとそこはほいとく、うんうん、CD でしょうとこんなんで,で いや、C D でしょう、はい、ものでしょう。はい、やっぱ開ける喜び、買って電車の中で聞けないのに開けてダイナー呼む喜び、うん、これに勝てるかと思ったんですけど使ったらで勝てますね。っていう風うね、だあの利便性と価値観がね、だどこでこう自分の中でうまくこう積み上ていくか。全便利。そうなんですよ。それはあるんですよね。すごい便利確かに。いや、僕もねよく聞かれるんですよ。もうタロー君もこういうの使うのと。だって確かにまあ。 アナログの時とかもそうですし CD とかも本当月に10万とか買うわけですよやっぱそれが音楽をセレクトする側の自分の,あの仕事だし、まあ、好きな音楽を買いたいってなってくるとこういうのは邪道でしょって言われてそうじゃないですよねそのこう使い方使い勝手なんかも今日はねいろいろとご紹介できればというふうに思いますけどじゃあですね、えー、実際にその使い勝手は今どうなのかというところなんですけどあのいかがでしょうか あそうですね僕はあの、うん、基本的にはまずあの、えー、細かいところは置いておいて、ね、そのソロンさそがおっしゃったようにその新しい音楽にどんどん出会えるそこはもうあの最大の利点だしサービスはあのすごくいいなと思ってるんですけどやっぱり細かい部分とかね、うん、使い勝手でいうとまだまだこう洗練の余地ありううありますよ、ね。 ただ、もう一番あのまだ多分これを聞いててよくその定額配信制音楽サービスも分からないっていう人もいらっしゃるかと思うんで一番簡単に言うとですね、まあ、あの虫眼鏡マークがあってそこに曲目なのかアーティスト名なのかとにかくキーワードを入れていただくと該当するものが出てきてでそれをクリックすると消えちゃうんだよっていう、まあ、非常に便利なものでですすよね、うんはい、どうですかあの僕、あの中高とメタル構造だったんですね。 でメタル野郎だったんですけどいやいやその時に、あのー、買った CD とかの、うん、もう捨てちゃったものとか、うん、あと高校の通学で、あのー、ウォークマンで繰り返しカセットで聴いてたアルバムを。はいうん 改めて一から順に聴いていくっていう作業が楽しくて、ね、あそうそうこの曲感だったとかこのアルバムあこの流れだったとかあ、うん、こんないい曲入ってたっけみたいなこと iTunes だったりそういうもので今まで買ってたのだとつまみ食いというか、はいはい、改めてこれ1800円買うかとなるほど、まあ。アルバムの並びみたいなものが、うん、なんかどうしてもこう、うん、今までこうつまみ食いで買ってたものが、ねうん、アルバム通して聴けるっていうあそうそうアルバムってこういうことだったなっていうのを。 ありますねなんかね、うん、あれね人間ってケチだなと思うんですけど、うん、iTunes とかで曲を買おうと思うとフルで買う気しないんですよ、うん、なんか、うん、ただ1曲250円で買うよりも10曲入ってたら本来2500円ですけどアルバムで買うと1800円とかお得になってるじゃないですか、うんうん、じゃあアルバムポチすりゃいいのにやっぱなかなかしないんですよね、うん、そううですねですねなんだろう、ねうね、あれは人間の心理みたいなとこあるんですねそうですね アップルミュージックラインミュージックなり聴、ね、き放題ってなるとあの曲単位で聴くよりもアルバム単位で聴くことが増えましたそうですよねだから僕も家に帰って引っ張り出そうと思えばあるんですけど、うん、しばらく聴いてないしあれどこ行ったかなとか、うん、なんかそういうマイライバウラリー的にあるものですら別にそこでピックできるわけですもんねそうですねアルバム聞きにはね、うん、確かにいいかもしれないですよね、うんはい、さあ,、えーまあその定額制の音楽配信サービスじゃあまあ良い点と 楽ししいい点っっててどんなところを感じてらっしゃいますすかそうですね、うん、僕はやっぱりあの、まあ、仕事柄なのか趣味なのか、まあ、半分半分なんですけれども、はい、えと自分の好きな音楽気に入った音楽をずっと繰り返し聞きたいっていうよりは、うん、どんどん,なんか新曲を知りたいあ新しい曲、ね、新しい曲に、ね、新しい音楽に出会いたいっていうたちなんで。うんうんうん そうするとやっぱりあのスマートフォンであの例えば通知で今週リリースのおすすめってあったりすると、うん、タップしてあこれはいまいちかなこれはいいかなって言ってだどんどんやっぱり新しいものを知れるっていうのがすごくいいことだなとすう,ん、うん、そうですねあの。自分で検索したりとか新曲 特集的なとこじゃなくても、うん、そのうまく通知を利用するっていうのいい方法かもしれないですね。自分で好きなあのアーティストだったりとか、まあ、フォローしとくなりとかすると、うんまあ、それに対してこう教えてくれるっていうね。まあとは、ね、SNS ですぐこう人に渡せるじゃないですかこの曲良かったとか、うんえー、それが今まで YouTube YouTube のリン,リンクを貼ってたんでそうするとアルバム曲がなかなかないとかそれをやったところにその YouTube で配信あの一人教えたところで、うん、それ多分アーティストに何も返ってないというところも含めてあ、ね、あこれ拡散の意味がさらにあるという思えば、うんうん、あ全然これやばいことしてねえと。うん っていうのがあります、ね、なんだろうアーティストのためになってると。そうですね。うん、確かに特にそういう意味ではやっぱりあのラインミュージック使っていただくと、うん、これ聞いてっていうねそのラインミュージック内でその SNS のやり取りっていうのが非常にしやすかったりとか、うん、まあそういうね特色はありますよね。ねだ各サービスいいのいいところはいろいろあるんですけどまあどれが自分に合ってるのかを。うん 見つけるっていうのが一つポイントになってくるんじゃないかなというふうに思いますけどじゃあですね各社のまあその楽曲数ですとかえまあ月額の料金などってねいろいろこれえ差があるわけなんですけどこれは今現状ではどんなふうになってるんでしょうかね一番やっぱり楽曲数が多いのは当然アップルミュージックに。 今はなってますねでもこれはもうそれぞれ各社どんどんどん増えてくる2016年までには1000万曲予定っていうのがあわもラインミュージックも予定してますし、うん、なのでこれはもうあの時間の問題でそろってくるのかなっていう気はちょっとしますけどね,ねただアップルがもう断然に、まあ、プラットフォーム的には当然それはね <laughs> 一番こう魅力的な部分ではありますよね、うん、楽曲でいうとあの、えー、アップルミュージック は洋楽に強い、うん、<で>そうです、ね。で、ラインミュージックはどちらかというとあのアも含めてですね、あの邦楽に強いという特徴は今のところあります、ねうん。ありますね。ただこれもただやっぱりおっしゃったようにその、えー、将来的にはあのどのサービスにも全すべての曲があるっていう方向に向かっていってほしいし、うん、そうなるべきだなと思います,、うん、すね。将来的にはですね。うん、あとラインとアワはあのジャケ写をタッチすると歌詞が出るじゃないですか。そうですね。うん あれが結構いいなと思すしかも歌詞がちゃんとカラオケみたいに今この部分歌ってますっていうのが確か出てくるし泡なんかで今聴いてるときに歌詞カード欲しいですもんね。と洋楽とかはちょっと勉強もできますしねアップルの場合だと3000万曲以上っていう中にビデオも実は含まれてて曲だけじゃなくてビデオもね見れるというところもまたある意味いいところなのかもしれません。はい さあ1曲お送りした後はですね定額制音楽配信サービス実際に使って見えてきたいろんな問題点もお話していきたいと思います。 結構あるんだよ。ちょちょい、ちょちょい挟んでいきますよね。すげえな。 低学生で懸念されるのはユーザー自身の音楽を聴く範囲が増えない可能性があるということかな <laughs> CD やの視聴器で知らないアーティストですよねまあまあまあいやでも結構言おうとしていることを、うん、<laughs> こんなにこんなに読みたいメッセージがたくさん来る回もそんなにそう <laughs> でみんな <laughs> いろいろ言いたい、ね <laughs> <laughs> みんな 半度の高うん。<ー> <laughs> <laughs> レコメンドソングもといタロメンドソングに「おお」って毎日言ってるじゃんこれ <laughs> <laughs> 説明説明え説明をしてなかっただけで。 何分つってた43お送りした曲はファイル・ウィリアムズ「フリーダム」この曲は Apple Music で独占配信されている曲です。はいね、こういうふうに各サービスいろいろなんかこうユーザーを獲得しようとこう囲い込み的な。 ねえー、こうキャンペーンだったりプロモーションというのも当然スタートしてくるわけなんですけど、えー、今夜はですねこの定額制音楽配信サービス座談会をお届けしております、えー、キエの音楽ジャーナリスト柴友智則さんそして当番組のチーフ構成作家トニー・トダそして私 DJ 太郎、まあ、音楽の聴き方の主流になると言われておりますこの定額制音楽配信サービスについてああだこうだ今日は語り合っていきましょうとさあどうでしょうかこのの配信サービスの見えてきた問題点って いうところもいろいろあるかと思いますがどんなふうに そうですね、うん、まずまあ,あの、えー、いろんなあの使い勝手の悪さとか局、うん、数の少なさとか例えば、えー、月にどれだけこう電波をつあの通信量使えるかとかそういうのいろいろあるんですけどそれは結構過渡期的なもので少なからず改善されていくだろうとうん、うん、で僕がやっぱ一番重視しているのはなんかアプリの中で、うん、やっぱり新着として紹介されてるものしか出会えない,とい、うん、ああなるほどなるほど。うん もちろん検索ワードを入れればあるんですけどその検索ワードを思いつかないとたどり着けない、ええ、そこ結構大きな問題なんだなと思ってあ,ありますよね、うん、確かにそれはだからいつも同じアーティストばっかりが前に出てる感じがしてそ,こでそれに似た感じの音楽はこれですよと全然なん当にもっと新しいものが知りたいとかもっとアンダーグラウンドでこんなものがあったのかというものをもうちょっと特集するページというか。うんうんうん ものがが欲ししいいなっていう感じがしますよね,あすよね例えばアップルミュージックの場合だと、うん、先に自分の好きなアーティストだったりっていうのをまずはこうねチョイスしてそこからスタートするんですけど、うん、例えば、えー、マドンナが好きって入れてるのに自分とこ見ると「初めてのマドンナ」とかってプレイリストが出てきて「うん、初めてじゃないわい」<laughs> ってすでにそこ違うやろとかって思ったりするんですけど、うん、ただ意外にだからあの今までの iTunes とかだとこの アーティストの曲を買った人はこんな曲も買ってますというあのが下に出てきたりすると思うんですけど、まあ、そうなってくるとある程度ちょっと自分の,あの好きなあの曲だったり傾向に似てる人が出てきたりとか今後もっとなんか独自のこうアルゴリズムみたいなものがそれぞれ出てくるとちょっと面白いのかなっていう風には思うんですけどね。あとは やっぱりプレイリストですよね誰がそのプレイリストを作っているのかっていうとこですよね初めてのマラキャリー作ってるやついるんかいとかねんにシャーデー名曲集シャーデー全部名曲だわってシャーデーに打曲ないわごめん俺の方がちょっと若干吠え気味になってきちゃったでもそういうことですよね と思えば、ラインとかは聞いてるだけで、なんか気持ちがっつり上がる曲特集みたいな。あの、なんで、し、なかシチュエーションものみたいなやっぱ多かったりとかするんですかね。うんうん、まあ、そういうの、僕あんまり、きょ、あの、聞かないですね。<laughs> いや、いやちょっと、こう、うん、解釈の幅が広くなっちゃうんですよね。どうですか、やっぱ、プレイリストはどういう風に構成されていくといいなっていう風に思いますかまこれ、プレイリストって、僕は基本的に、あの、実は、まあ、あの、えーこ あのこの「ライミュージック」とか「泡が始まる前3年前くらいから「TKBOX、はい」っていう台湾発のサブスクリプションが日本でずっとやっててそこで若干あのプレイリストをの 作ったりあのする仕事なんかもしていてい、うん、やっぱりですねプレイリストを作ってるとあの例えば何々し,したい時に聴く音楽とかって、はい、あっという間にネタ切れするんですね。<laughs> 確か<に> <laughs> もうないんですよねやっぱりそういうあの僕が作ってる側だから言えるんですけれど、うん、あの結構苦し紛れに作っているようなものを、うん、やっぱりあの面白くは届けられないなななるほどなるほほどど、うん 根本的にね実はプレイリストの考え方って僕は結構抜本的に変える必要があるだろうなと思ってありますよねたくさんいろいろあるんですけどね夏に聴きたいサマーソングって楽園ベイビーがどのソングリストにも結局入ってたりとか夏っていうワードでお前検索しただろうみたいなもう夏の曲限られるじゃん選曲ってやっぱ緩急じゃないですかそうだよねだからそういう意味ではラジオ人のね プレイリストととかそういういいのあるというですよね例えば j ェイブハローワールドのディレクターの選曲リストとか、うんうんうん、そうですね、えー、それがすごく興味深いと思います誰が作ったかっていうのは結構重要なんですよ,なんですよだから有名な DJ が作ったとか,んか、えー、でこの人はいつもいい選曲するなってなってくると、うん、やっぱその人のやっぱ選曲を聞きたいじゃないですか,すかでああだとその選曲してる人の、うん、えとランキングが出る出てくるんですよ、ねうん、まだちょっと、うん 大したした選曲ててるる人が上が上ってるようには僕に僕は思えない,い <laughs> でもそれがあの成熟してくると、うん、やっぱり1位の人日本からジャイルス・ピーターソンみたいな人が出てくる可能性ってあるわけじゃないですかです、ね、僕もあの「あわあわ」を使っているあの知り合いの,、まああの音楽ライターが自分の名前でこうラ「ラジオ福竜」って福竜、まあ、君って言ってたん、ねはいはい、そう彼そうなんか「あわあ」で定期的にあの自分のおすすめをアップしてて僕彼フォローしてるんで、うん、ああいつのこの。の 今週のはこれかみたいいなこれやっぱ楽しんですよねそういうプレイリストはんかジョギングしたい時に聞きたい8曲よりも全然そうね興味あるんですねあとおもろいジャケットよく音楽雑誌でたまにあるじゃないですかちょっとエロいジャケット特集みたいなああいうもので逆に集めてもらってそうするとジャンルがばらけるじゃないですかんか1個のジャンルに合わせすぎちゃっててそれ ずっと聞いてられるみたいな。確かに飽きますよね。それだったもね、昔のその何ですかあのヒットなんとかみたいなダンスミュージックのもうゴリゴリのものがずっと入十二曲入ってるみたいな。その状態でいけるお前みたいな。ずっと。流れが流れがやっぱそうそうそう確かに確かに。 まあそんなソングリストもあればですねあとラ,ラジオ機能っていうですねなんでラジオっていうのが紛らわしいなってちょっと名称的には思うんですけど、まあ、そんな機能もあるんですけど、えー、1回ですねちょっと1曲をお届けしてから、えー、その辺のお話も行ってみたいと思いますけどねはいえー、こう AppleMusic スタートの時にですね、えー、非常に我々よりも吠えてたアーティストの曲行ってみましょうかテイラースウィフトで Shake it off! <laughs> ラジオもなんかあの同じアーティストの曲がさ5曲ぐらいこうそのラジオリストの中に入ってきたりとかすると。はい 狭いわとか思うね。そうだったら結構あのアルバム聞くわって。そうそうそうですよね。またまたなんかなんか三アーティストぐらいでずっとぐるぐる回ってるみたいな状態なんだけなエクササイズにワークアウトの曲あのプレイリストでプロディジーが五曲ぐらいとかと思って。プロディジーのアルバム聞くわ。そう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 確かに確かにそうですよね。だからあの意外と面白いのはあのヨガとかの あのプレイリストは聞いたことないアーティストがずらっと並んでたりするとおおチルアウト系こう,こういう感じねみたいなでそこからこのアーティスト買った人はこんなの聞いてますよみたいなのにつながっていくとまだいいんですけどそうですよねそのワークアウト系は結構、うん、結構ねあのなんかこれこれだったらいろいろやったんだけどプロディジー最強っていう <laughs> プロディジー最強ですね 結果的にはねあと落ち込んだ時に聴きたい曲でもエレカシ最強になってますエレカシとウルフルズが最強になってますすげえなちょっとメ,メッセージ超いすごい来てますねすごい来てますねん う,うん <laughs> ラジオでも定額配信やってほしいってアンダーグラウンドで活動する音楽の紹介とか。 お送りした曲は「テイラー・スウィフト・シェイケット・オフ」でしたねええアップルミュージックのまあいわゆるゼロ印税トライアルを否定したっていうところからですね速攻ルールが変わったってね払うよって副社長がすぐツイートしたってうねそれ新人アーティスト全然こうやっていけないじゃないの、うん、なんなのよみたいな払うよ <laughs> う払うよっていうね ね、<laughs> その瞬間にテイラーのアルバムが戻ってきたっていうすごいあのお話でございますけどね、はい、まあまあいろんな壁が当然あっていいサービスが今後生まれてくるわけなんですけどねさっきラジオっていう機能言いましたけどラジオって何の機能かっていうとねその曲を1曲選んでいただくと、まあ、そっからこうひもづいていろんな曲を勝手に選曲してくれるっていうのを、まあ、一応ラジオっていうんですけどあの結構これがまだまだで。 あ,のある曲を選んでラジオにするとなんかそのアーティストの曲はね45曲ぐらいあの出てくるんですよ。でよく聞いてるともう3アーティストぐらいの曲だけでずっとラジオやってるっていう状態になったりとか。<laughs> まままあだだうんです、ね、こんなあのツイッターでも<う>名前を聞いたことしかなかった人,の人や楽曲の音源に触れる機会はた確かに格段に増えた、うん、しかし全く知らない人、えー、や楽曲へのアプローチに関してはやっぱり圧倒的にラジオのほうが良いと。嬉しいですよね。そこにいろんな情報だったりとか、ね、やっぱその機械的じゃなくて、うん、やっぱ人為的にやってるっていうのが、うんまあ、当然ラジオのね。あとさん<の> あれですね。オルゴール問題。オルゴール問題。<laughs> 僕ねサブスクリプションを使ってていつもねあのムカつくっていうかねあ, <laughs> あのアーティスト特に人気アーティストで検索すると、ええ、オルゴール集が出てくる。出てくるっていうね。ええ、ね余計にがっかりするんですよ。<laughs> <laughs> すよね、今あの曲聞きたい。<laughs> オルゴールじゃないですもんね。そうですよね。あれはやっぱりあの、まあ、あの、もちろん、あの権利問題があって、そのアーティストが。あの、楽曲提供してない、だけど、オルゴールは何か、その、まあ、著作権的にオッケーだったりするっていう。まあ、そういうなんか、あの、隙間産業みたいなことになってると思うんですけど。あれは聞き手としては、ない方がまだ。そうですね。上手の整理が。どうせだったね。どうせだった。どうせだったらね。そうですね。メッセージ一個言ってみましょうか。ロケットニュースで、掃除がはかどる、メタルが全然掃除。 文字がはかどらないって記事があったなっていう。<あー S 1> <laughs> 実際に使ってみた系の話ですかね。<laughs> <う>だからイメージだけでやっちゃうのもダメっていうことです,うですね。さっきあの打ち合わせで柴さんがこのプレイリストを誰か作ってるかわかんないプレイリストをその紹介されてもそれはあの昔僕らが作ったあのカセットミックステープこれいい曲いいよってそれは誰かのためにこう思いがあって思いがあってあれだけど。うんうんうん 誰か作ったものじゃないものは町でくら配られてるティッシュと同じように配られてるんだらそれをよもらっても嬉しくないよねっていうことをおっしゃった、うん、確かにそうだなプレイリストを作ったカセットテープ街町で配らないですからね誰かにあげるために作るそのオンリーワンのためにもともと作ってる、ねうんうん、ものですからね。うん、確かに さあ皆さんの、えー、現在、今使っているサービスだったり思うとこはどんなとこでしょうか結構、ね、かなりメッセージ来てるんで、ね、これはこれで後でもうちょっとゆっくり紹介できたらなというふうふに思いますけど良、はいえーまあ、かったなと思う点とまだまだだなと思う点だったりとかねで11時台はですね定額制音楽配信サービスで CD なくなっちゃうのと音楽ビジネス今後どうなっちゃうのと FM ラジオはもっとどうなっちゃうのというお話もしていきたいと思いますそしてこの後は夏フェス情報をお届けしますハローナツフェス2015です。